撮影をして作品を作り、まあ、少女に関わった話ではないんですけれども、いくつかのテーマの中に、少女という一つのテーマを取り扱うにあたって、少女病という僕の中でちょっとピンときている一つのキーワードをシリーズ化して撮影を進めているものを今回、展示させていただいているっていう風な形ですね。普段は大学院に所属してまして、専門が文化社会学ですとかジェンダー論扱ってまして、もともとは研究批評の方で活動してたんですけども、ちょっと雑誌を趣味で作ってる関係でカメラを手にしまして、それで写真ポートレートを主にやっておりまして、でもともと関心の領域で田中隊の研究をちょっとやってたので、それとちょっと絡めて少女病をテーマにした作品を撮ってまして、普段これまで撮ってる中からその少女病少女病に関連するものを撮ったりとか、あとは過去の作品をちょっと展示しております。少女性に関わらずなんですけれども、これはもう歴史的な形で処女性だったりとか、一つのいわゆる無垢だったりとか憧れだったりとか、いわゆる同系的なものの象徴として挙げられる場合が多かったりするんですね。そこに例えば今回みたいにガスマスクだったりとか魔法体であったりとかっていうような、ギミックを加えることによって、異質な空間の中にいる、処女性あるいは少年性みたいなものを表現していく過程で、よく聞くデジャビューっていう既視感っていうものの対語になるんですけども、ジャメビューっていう未視感っていう言葉があるんですね。でもそういうジャメビュー感みたいなものを、一つの、キーワードというか、にして、制作を進めているという部分はあります。フィルムとかその写真、写真が真実を写すとかっていうのは全くもう信じてなくて、逆にそのデジタルだから非常にできることがあるんで、それをどんどん実験的にやっていけば面白いんじゃないかっていうのをちょっとやってまして、ちょっと不自然な世界観ですとかちょっと異端な感じとかっていうのを出したりはするんですけど、特に影響を受けてるのがやっぱ映画とかで、少しちょっとこう色がざらついた感じですとか、ゲームなんかですごいやっぱりサイバーな感じとか廃墟感のあるのが多かった。やっぱそこをデジタルカメラ、デジタル写真を使って昔憧れてた映像っていうのをちょっと再構築してるっていうのがちょっとこだわりとしてありますね。いわゆる正統派の、例えば平野ニコさんの、作品などは正統派のいわゆる美しい少女が、グラフィックになりますが、大寺さんだったり野水博士だったりとかっていう風な形に異質な方向の、作品展開をされてる方もいらっしゃるので、いろんな方向から楽しんでいただけるといいなと思ってます。フェチっていうのはいわゆる部分愛っていうものなんですけれども、端的に解釈すると、そういうパーツパーツ一つ一つ、キーなものがそれぞれの作品に備わっていくことで、それがフェチ性を帯びてくるっていうのは、インタビュアーの方がフェチ性を感じるとおっしゃった通り、そこに一般の方であってもやっぱりフェチ性を感じるということは、フェティシズムというものが、社会的市民権を得てサブカルチャーとメインカルチャーっていうものの境目が非常に危うくなってきてる、のではないかなと思うので、そこに関しては、どんどんこれから、サブカルチャー的なものが広くもっともっと世に出ていくんじゃないかなと思ってます。